先輩、私たちのことは気にせず全体の指揮に専念してください。これ以上は進ませません。何か考え、何人かが取り続けている。何人かも見せつけることに叶う。苦しみを忘れたことはありません。先輩、これでどうです？窮地は人を磨き上げると言いますが、無理は避けたいものです。